今日は見てください。でれん買ったんですよ。昨日のアイシャドウ買いました。遅れてきたってことは大変だったんじゃないのって、いや大丈夫ですよ全然。ちょっとお時間の方が変更になっただけで本当に買ってきました。ガチで買った。マックは買ったことなかったかな、あんまり自分で使うとこも時もなかったので、初めてマックにマックで買いましたよ。でーん、ちゃんとガチモンです。いやー手に届きました。すごいめっちゃにぎわってましたよ。やっぱ人気ですよね。私デパコス買うのはもうイプサばっかりなんで、イプサクリニック、クリニックちゃうか、イプサとあとなんだろう、あとクリニックとか、あとルナソルのアイシャドウとかかな、あとそんなもんだから、もうめったに私も化粧品もデパコス買わないからまあ外れ高かったんだけど泣いちゃいそうです。でも5000円かな、5000円で手に入ったってことは、5000円で可愛いが手に入るって考えたらありがとうございますの一点張りですよね。ピエンのピエンです。ハッピーバースデー、あハッピーバースデーしてる、ハッピーバースデー、すごいもろ出しだ、やばいやばいよあれめっちゃいいやつじゃないですか。これもリハで使おう、外でリハとかあるから確かによく持ち歩いてください。ポーチまだ買ってないですか。ポーチ買ってないです。あ、よかった、使ってください。日曜日待ってください。公開プレゼント交換になってた。おめでとうございます。ありがとうございます。やば、嬉しい。オープンデレン、うわマすごい、あのスピーカーをいただいています。私の開けました、開けたよ。ミッフィー特集ミッフィー特集めっちゃ良くなかったですか。その場で開けて かわいかったですよね。かわいかった。ミッフィー特集ミッフィーのものいっぱいあげたんですよ私誕生日。ミッフィーがあの袋から透けてるのかわいかった。あーかもしれない。ミッフィー好きとか全く知らないですよ勝手に私がミッフィーミッフィーの本当嬉しい、やば。はい、じゃあダラン感じです。大反射してる、すごいね。給食入ってるからお得っちゃお得だったのかな。パカ、あでも昨日の覚えてますか、アイシャドウ買ったんですよ昨日のアイシャドウ。さすが意識変わってる。いや意識変えていかないとあんな経験できないですからね。いや紙面に出れるはちょっとあれですけど、ちゃんとあのいただいたこの応用できるように頑張りたいなと思いまして、ちょっと本当に買いました。あ、ごめんなさい。秋っぽいですね、確かに。秋っぽいけど普通に秋じゃなくてもちゃんと使えそうですよね。いろんな色あるので。これ1個持ってればなんとかなりそうな色合いですね、だいぶ。明日から、明日ライブでしたっけ？じゃあ、明日ライブだ。明日ライブなんで、そのライブでこれを使いたいと思いますので皆さんライブお越しください。あとはチェキ。チェキ会もあります。申し込み受付中終わっちゃった。見るのそっか、見るのはただなんでなーん。これをじゃあ私しっかり使わせていただきたいと思います。ちゃんとねこういうのを無駄にしないで応用していかないと、もったいないですから一個一個のお仕事がって言いながら非常に欲しかっただけみたいなとこありますけど、いやでも本当に思う、なんかさらっと流れちゃうともったいないんでね、全部それをやったことによって何があったっていうのはで、やっぱやっていかないとなと思うんでね、このアイシャドウはちゃんと使います。よし、あともう一つ実は買ったんですよ。タラン、
これでプラザ行ってきたんですけど、今日アイブロウマスカラもちゃんと新しいのにして昨日の眉毛を再現できるように買ってきました。いろいろ教えてもらったんでね、これを、あ、もう開けちゃったけど、なんで今開けるのってね。結構明るい色、私アイブロウあんまり眉マスカラそんなに明るいのを使ってないんで、すごい昨日明るかったんで、なんか眉毛明るくした方がいいって言われたんで、ちょっとそれをちゃんと応用してこういうちょっと赤みかかったいろんなやつを買いました。ベレーン、これも使います。はい、っていう感じかな。どうかな、明日うまくいけばいいな。メイクポーチに入れておきましょう。もうちなみに今日のメイクポーチはもうこのフェイスパウダーとこれしか入ってないので、普段これぐらいしか持ち歩かないんで。だからリップ持ち歩かない子っていないだろうな、女の子で。私ぐらいじゃないかな、リップ嫌いなんですよ。そう、リップ嫌いだから気づいてなかった、ね、マックのやつもちゃんと置いときますか。置いとかないとさ忘れちゃうから。結構大きいですね。カジワセリン、そうそうそう、ワセリン、リップクリームは持ってんだけどね、リップはちょっと持ってないです、持ち歩いてないです。普通は持ち歩くんだろうな、リップ塗り直しとかしないもん。ワセリンを永遠に塗ってるせいなんで。嫌いだからっていうか、なんかなんていうのか、私あんまりリップを使うと結構唇すぐ荒れちゃうんで、荒れないリップに巡り合ってないんですよ一回も。だから一個信頼できるリップが一個あるんですけど、そのリップも2回3回つけ直しちゃうと荒れちゃうんで、まあ普段はもうリップつけないですよ。ああ、うん、かなり落ちなくても確かにそうだねって思ったりしました。はい、かっこいいな。 なんかインスタグラムのコメントとかでこのリップおすすめですとかいうのがいっぱい来て、ですごい嬉しかったっていう思いで、インスタグラムちゃんとやりましょうっていう、インスタグラムちゃんとやりましょう習慣を今度設けないと。私ほんとインスタグラムマジでやらないんですよ。知ってるか、みんなが一番知ってますよね。久しぶりにやるとわってなってくれるから嬉しいんだけど、ちゃんとやりましょう。あのフォロワーさんがただちょっとずつ増えるってよくわかんない現象が現象で、終わったらもったいないんで、そっちもちゃんと。で、カジめちゃめちゃオタクだから、ツイッターラーっていうのする、ツイッター民か、ツイッター民なんですよね。やっぱおしゃれ女子になれないよね、そこちょっと問題だよねって。この間脂肪ビーで一緒だった子に久しぶりに会って、その子にと話したんですけど、うちのインスタグラムがひどいと言われそうね、ちゃんとします。はい、頑張ります。そうですね、感じさん、ななみんさんちゃんと見よう、いっぱい今日ツイートしよう、ななみんさんのタグ付けして。ななみんさんは可愛かったな、マジで。もう細って感じだった、細顔ちっちゃって感じで、びっくり。なかなかモデルさんに会う機会ないからね、言っても脂肪病終わっちゃってからモデルさんに会う機会ってあったかな。ないな、脂肪病懐かしい。脂肪病は毎週月曜日にやってた渋谷ので生放送した番組なんですけど、その時一緒だった子たちは結構すごいんですよ。ウッチーとかもね、インスタグラムすごいし、この間なんかの何か見てたんですよ、 YouTube で。その M ミュージックビデオかな、そこでウッチー出てきて、ウッチーってなりましたウッチー可愛いよね、ほんと。ウッチーモデルさんですごいね、ファッションのモデルさんやったりとかしてるの私ちゃんとチェックしてるし、
わっこちゃん事務所入ったっていうね話も聞いて、あとはでもやっぱタカラちゃんじゃない、タカラちゃんなんかあれだったもんね、タイムリミットで、あの極楽とんぼのタイムリミットで会って、えタカラちゃんみたいな、すごい再会。タカラちゃんももう20歳になってね、もうめっちゃ大人になってて、まあうちも一緒に年取ってるんですけど、なって今グラビアで頑張ってるだもんね、すごいよね。あとゆらちゃん、ゆらちゃん、すごい、ゆらゆらちゃん、ゆらちゃんは千葉県出身で、そうそう、ゆらちゃんめグラビアで大バズりしてますもんね今ツイッターで。あれにも、ね、あるある土佐カンパニーにも出てて、2週間後ぐらいに私だったのね、2週間前ゆらちゃん出てて、その2週間ぐらいは私やったもんね。なんかそれの時、お、嬉しいと思って思わず興奮してしまいました。わっこちゃんと漫才やったし、懐かしい、わっこちゃん、わっこちゃんね、会いたいな、わっこちゃんにはなかなか会ってないな。そうね、杉浦っち何してるんだろうね。まあ、でもちょいちょいツイッターとか更新してるから、そうね、集まりたいね、同窓会全員集合できるかな、いつかね。あ、こないだそうだ、ウッチーのインスタライブ見に行って、ウッチーってやったわ、すいません目覚ましに出てるのはどの子だって。お、目覚ましテレビ渋帯だと出てるのかな、誰か素晴らしいで出たの。あ、ほんと迷惑、君は思わせぶりで目を離せないよ Don't fall しよう、君に夢中、早く EXIT さんに追いつかない。いや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 、 EXIT さん本当すごいですね、いっぱいいっぱい番組見させていただいてます、すごいです本当に。いや本当面白いですよね、今だけがある、今だけがあるに友達誰かいたかな、どうしよう君に夢中、マヌキガール、カシマちゃん情報、え、それ私じゃないんじゃないかな、もしかしたら、いや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 、あ、なんだろう、マヌキガールね、すごいよね、可愛い子ばっかりって言うからさ、朝の私フジテレビ、あれじゃん、目覚ましテレビ毎週録、毎日録画してるんですけどいつも可愛いなと思って、うん、見ちゃう、うん、ね、嘘ついてないですでももしお友達できたら教えますね、うん、トキセンさんとはお友達じゃないんですよ、ただ私が好きなだけでそう、トキセンさんとの対バン、アヤカーニバルでご一緒させていただくんですけど、本当に絶対見たい見たい、もう私歌えるもん、7月の祭壇、でも私あれがいい、トモトモトモロー最強説、新しい時代にハロー、でもスタラさんとツーショットって撮れるのかな、私邪魔しちゃわないかな、うわ、あきちゃんとか言って話しかけたら気持ち悪いよね、ちょっとだからダメ、うわでもほんとトキセン、今ってトキセンなんですよ、私の中でブームが、トキセンと電波組がもう張り合ってるんですよ私の中で、やばい、うん、千葉の子いるよ、あ、聞いた、教えてくれたよね、これでありがとうね、社長の組長とツーショットがみたいな、あーでも見れるんじゃない見れるんじゃないかな、お疲れ様です、おおおおおおお、なんて言うんだろう、わ、わひろさんかな、ひろさん合ってるかな、お名前
幸せ君に夢中ふん。いやもうドキセンさん大好き。いや本当にだって可愛いんだもん。でもあれなんだっけ、ライアーライアー見に行った時か、千石さんが出演されていたライアーライアーを見に行った時に、うわーすごいすごいって思って、面白かったですよ内容が。で面白い面白いって言って見てたら、急にアキちゃんが歩いてきて、アキちゃんだ大興奮したの覚えて、もうなんかそれからもう後半の内容あんま入ってこなかったレベルで、アキちゃんアキちゃんアキちゃんみたいな、アキちゃん可愛かったな、マジで嬉しかった。本当にびっくりした、その衝撃忘れられない、忘れられないよ。でも面白かったです、ライヤーライヤー。森奈々ちゃん、森奈々ちゃん可愛かったな、森奈々ちゃん、森奈々ちゃん。お、いや本当にびっくりしたな、あの衝撃は止まらなかった。トキセンさんのライブ2回も行ってるって、嘘、いいなー、私も行きたい、連れてって一緒に行こう。森永ちゃんだっていいね人がちゃん後ろはなくなったの、いやもともとね人がちゃんがねすごい好きだったんですよ、あのやっぱトキセンさんの中では。でもアキちゃんが入ってきたじゃないですか、新メンバーでその瞬間もう私そこまでトキセンさん詳しくなくて、あんまり曲も2曲ぐらいしか知らなかったんですけど、アキちゃん入ってから曲もいいし、いや曲いい曲が私の耳にバッと入ってきたりとかしちゃって、あきちゃんめっちゃ声が来たと思って、そっからちょっとハマっちゃった、普通にめちゃめちゃ動画するようになっちゃった。きなめかったるもありがとうございます、センキュー。面食いなんですよ私、めっちゃ DD 面食い、広く浅くなんですいません。あーよねー、でもなんか羨ましい、あきちゃんってさやっぱこういう人が多分多いと思うの、あきちゃんめっちゃ可愛いってなる人が多いと思うんだけど、梶島の場合さ、梶島めっちゃ可愛いって言ってファンになってくれる人ってなかなかいないと思うからいいなーってちょっと思ったりする。うん、もうなおしまし。あと電波組さんもだな、私小鳩リアちゃんめっちゃ可愛くて、小鳩リアちゃん見た瞬間もう即フォローした、えっめっちゃ可愛いと思って、これもまた面食いになってしまうんですけど、いいね、なんか最近はもう本当になんか好きです、はい、みんな好きです、みんな好きなんですよ、みんな好きなんだけど誰かって言ったらっていう感じですけど、はい。あと今日はマリオパーティーの発売日だったんですけど、ちょっととあることがありまして、10月31日頃に買いに行くことになりました。うん、ちょっとね日付変更取りに行ったんだけど、なんかねあとね3日後ぐらいの方に安くなることがね判明してやめたの。そうだからちょっと後に、まだちょっとしばらくお忙しいって、もうしばらくはできる時間もなさそうなんで、また皆さんに報告しようと思います。ぐーちゃんどうしよう君に夢中、フォン。デレレレ本当迷惑、君は思わせぶりで目を離せないよ。いや本当に大好き、やっぱダメだね、好きだね。時間大丈夫って、まった大丈夫かな、ちょっと配信させてね、ありがとう。18時までにしようかな。まるちゃん、あや俺のあやった、俺のあやったんで俺のあやったんって言ってね。お、はじめまして岡田奈々さん、推し。お、 Hey what's up、 ナシ。でも私あれが好きですよ、キスよ飛んで行け。私意外と知ってるかもしれない、君だけにチュ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 ですよね。いや私ジョニシケイさんオタクで、今もジョニシケイさんのファンクラブとかで追ってるんですけど岡田旦那さんマジで可愛いですよね。テンプレに俺のあやたん希望だって、あ、つけてもいい、つけたい、流行ってほしいな。
流行れ。めっちゃアイドル詳しいだって。私なんかアイドル広く浅くなんで、広く浅くなんでね、そんなに詳しいわけじゃないけど、広く。上西圭さんと共演した方は割と知ってるかもしれないです。こんにちは、まさしさん。はじめましてですか。イエーイ、かしまです。どうも。かじしです。かじし。かじしです。どうも。ありがとうございます。もうなんか爪が剥がれちゃって何もなくなっちゃったんですよ。ここ本当はこういうはずだったんですけど消えました。ということで1位発表したいと思います。1位ヨシさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。イエーイ、ヨシさん、いつも応援ありがとうございます。本日はあと23時45分からの配信が1個残ってるので、よかったら見に来てくださったら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。明日も、7時半から、配信します。ちょっとどこで配信できるかドキドキしてるんですけど、ご覧いただけるように頑張ります。よろしく。最終日まであと2日間楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。頑張ります。ありがとう。夜も待ってます。だって嬉しいです。ありがとう。ライブにずらっと俺のアイタン着た T シャツの集団、あー出てきてほしい。ちょっと今回私がクラウドファンディングで制作した T シャツ、俺のアイアタンって書いてあるんですけど、よかったらみんなゲットしてください。俺のアイアタン、デザインって先に出るのかな、どっかに出たらいいな。厳しいのかな、なんかそこもまたお知らせいたします。そして11月26日には私たちの ZEP 東京でのワンマンライブ開催決定いたしましたので、ぜひご覧、ぜひお越しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてですね、11月16日には私たちの新しい CD の発売も決定しています。そして、今はですねリリースイベントの最中ということで、いろんなリリースイベントを企画していますので、ぜひご参加していただいて私たちの CD を手に取っていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。ということで最後までご覧いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。お手拝借、せーの、以上です。バイバイ。リハーサル行っていきます。